高身長イケメン、女性のことを女って言う。どうす。ユニクロ新作購入品紹介。いきましょう。今回はユニクロで、とんでもなくこれコスパいいんじゃないかっていうね、アイテムを見つけました。これがこの値段でマジで、マジで、激推したアイテムを1点と、あとは定番のコスパいいアイテムを1点。そして、ユニクロ U の今発売されている新作を着てきての感想とかも最後に話していこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。この動画を見ていただければ、ユニクロの新作で超可愛いアイテムを見つけるし、ユニクロ U の僕個人的な感想も知ることができます。ぜひ最後までご覧ください。で、このチャンネルではこのように低身長男性が少しでも低コストでかっこよくなるための動画を発信しております。ぜひチャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。では本編参りましょうか。せーの。領域展開。今回紹介していくアイテム1点目がこちらでございます。じゃじゃーん。あんまこれみんな紹介しないよね。アイテムがユーティリティジャケットでございます。ユーティリティジャケットは前シーズンでスルーしたんですけど、今回はこのブラックの生地の色味がめっちゃいいなと思って購入しました。カラーがブラックベージュカーキの単色展開でございまして、僕はブラックを購入しました。このアイテムを気に入ったポイントはいくつかあってですね、まず1つ目がこのユーズドっぽい渋い生地感がめっちゃ良かったんですよね。ブラックって普通こんな感じのブラックなんか、でもちょっとこれさ、色あせてるやんか。使い古したっていうか、ヴィンテージ感、古着屋に売ってそうなこの雰囲気がめっちゃ良くて、僕は購入に至りました。めっちゃこの雰囲気渋いっすよね。で、2個目が、このコーデュロイが可愛くて買いました。襟にコーデュロイがあるのが、アブバーとかでもよく見るデザインやねんけども、なんとここ、袖口が裏切り返したらコーデュロイやねん。これも超可愛くてさ、めちゃくちゃ気に入っております。気に入ったポイント3つ目がシルエットが超綺麗なんですよね。僕はジャストで着たら M サイズとか S サイズやねんけども、ジャストで着てもね超綺麗やって、マジでシルエット超綺麗やけど、僕は今回あえてこの袖をまくって裏地を着てきたかったんで XL で買いました。めっちゃ大きいやんって思うかもしれんけども、着用の後に見せていきますが、これね大きめでもねジャストでは両方ともいけるよってぐらい、このシルエットがねめっちゃいい感じに使われてます。で5つ目がしっかりとこう収納も多いですよね。片方にこのフラップポケットと横からのサイドポケットがついているんで収納めちゃくちゃ多いっす。このユニクロのもうカタログとかね、僕も持ち歩いてるんですけども、こうやっても普通にねもう入れてるんで、もうユニクロのカタログを入れても自然にこうユニクロのカタログが全部こう隠れるぐらいのこの収納の大きさはあります。裏地もこのようにちゃんとあるんですよ。裏地もちゃんと存在していて、生地もすごいしっかりしていて、しかもヴィンテージ加工もされていて、襟も工場まるでもイギリスのワークとかイギリスのミリタリーのヴィンテージ品みたいな雰囲気を出しているこちらのアイテムですが、なんとお値段が4990円です。やばない、これほんまに。一つもっもったいないって言えばさ、ボタンがテカリ警察出動しそうなぐらいちょっとテカリやすいプラスチックのツルツルのやつ使ってるけど、それ以外マジ完璧ちゃう。ボタンも別にさ言うて妥協できるしさ、いやそれ以外も4990円でこれやばない。ほんまにね M か XL かめっちゃ迷ったけど、僕は XL にしました。じゃあ着用していきましょう。はい、着用してみました。いかがでしょうか。全体はこんな感じでまた見せていきますが、めちゃくちゃいいっしょこれ。今年はブラック済みでね、黒のワムっていうね感じでいこうと思うんですが、めっちゃ似合ってるよな。めっちゃかっこいい。普段はこうやってまくって、コーデュロイを背に見せてやっていこうかなと思っております。バブは持ってるけどさ、バブは4、5万普通にすんねんけど、これ4990円からさ、0個少ないやみたいな。そのお値段で、こんだけバブはっぽいものが買えるって、えぐいよな、これ。去年もさ、ユーティリティジャケットはさ、あったよ、そのマジで、セージグリーンみたいなあのバブはみたいなやつ。あったけど、このブラックさ、めっちゃよくない？後ろのここのシルエット、でかいシルエットかわいいよねー。いいな、マジで。これマジで、もうちょい寒くなってきたら、速乾するアイテムと思うから、ぜひ皆さん購入検討をしてみてください。僕は 164.5cm の 58kg、まあ最近 60kg ぐらい行っちゃったけど、まあ一旦 58kg で XL を買っておりますね。超かっこいいぐらい。大詰めです。次に紹介していくアイテムが、こちらのアイテムでございます。まあこれはテーマやね。ユニクロから出されている、ウォッシャブルオーバーサイズニットベースでございます。僕はブラックの L サイズを購入
入しました。前からさ、もうほんまに3、4年ぐらいあるんかなぐらいあるアイテムで、僕も全然気に入っているんですが、ずっと僕ね、ニットベストは似合わんって感じで、ずっと敬遠していたし、そんなにね、好きじゃなかったんですけど、前からあったんかな、前からあったらこうないけど、ブラックやねんけど、もう果てしなくてね、ニービーやねん。ブラックやんか、これブラックやねん。これネイビーや、これ。ネイビーやん。おい、これネイビーやん。なんて、これは僕このようにネイビーのデニムと白 T とサンダルとか革靴とかで合わせていこうと思いました。秋口になってくるとシャツとかと合わせてもいいですし、万能なんで、僕が L で大きめで買いましたが、リブがきつめで、あの着丈が長すぎるっていう印象にもならないんで、僕は 164.5cm の 58cm で L を選んで、まず、あ、これ最高やったなっていうのが入ってましたね。僕は今のところユニクロ GU で一番おすすめするベストが、このウォッシャブルオーバーサイズニットベストですかね。 GU とかもスリットの入ったやつとかあるやん。スリットの入ったやつも良かったんやけど、僕は結構ベーシックなアイテムが好きやし、スリットの入ったニットは誰も見えへんと思うよ。めっちゃ誰も見えへんと思うけど、このスリットの部分のストラップのプラスチックはちょっと安っぽいなと思ったんで、個人的な意見ではベーシックなアイテムが好きなんで、僕はこっちが一番おすすめしますね。これにネイビーのデニムと白 T、 めっちゃかっこいいと思うんで、ぜひ今から挑戦してみてください。おすすめです。でも今回の一番の収穫はやっぱこのユーティリティベストかな。マジで古着屋売ってたらもう全然買うから、ほんまにめっちゃいいやこれ。よくないこれ。 XL で買ったけどさ、これねサングラスとかしちゃって、ブーツとか履いちゃって完璧だね。ユニクロの新作購入品紹介はこちら2点紹介していきまして、今回はユニクロ U の新作を超大型店まで見に行ってきたんですよね。この感想を話していこうと思います。まず1個目が僕の購入品前レビューで一番買うと言っていたこちらのアイテムですね。デニムオーバーサイズシャツですが、これ僕買いません。試着したんだけども、どのカラーもどのサイズも体も形に合わず、生地も硬いんで形が合わんかったら似合わんなみたいな。アイテム自体のクオリティは高いですし、これでこのお値段だったら安いけど、まあまあいらんかなみたいな感じでしたね。そこまで僕の体型には似合わなかったです。それよりもこっちがもうかっこすぎて僕はこっち買った感じですね。マジでこれもうバブワンやん。バブワンじゃなくても少なくてもスティーバーランでは売ってるやん。いらっしゃいませ。次にめちゃくちゃ気になっていたこちらのレディースのアイテムで、オーバーフレンチコートですね。このアイテムは僕買うって言っていたんですが、あのね微妙でしたね。生地が俺なら安い分、なんか生地がちょっと安っぽいかなみたいな、やっぱーって感じで、生地がねあんまなんかシャカシャカ薄い、なんかこのこんなここまでの重厚感がなかったっていうか、見てみたら分かるんですけど、生地がねかかってた、ペラってた、ちょっとないわと思ったね。うん、あとなんか形がデリースのアイテムだから当然やねんけど、あんまこう似合いにくかって、なんかねあんまりした、このスタイルヒントとかでスタッフさんが着用してる画像を見ても分かるように、ちょっとね安っぽいかな。 GU とユニクロの間みたいなクオリティでしたね。1万円でこれやったらめっちゃ頑張って1万後半とか2万とか出して、もうちょっといいコートを買った方がいいかなとは僕は思いました。ただユニクロ U でもこのアイテムめっちゃ良かったなーって言われても1個ありました。それがこちらですね、レディースのトレンチコートです。これ 14,900円で、ここ 2,3 シーズンずっと出されているアイテムですが、めっちゃ進化してたな。生地のさ重厚感がこのユーティリティジャケットぐらい結構しっかりしていて、生地も安っぽくなくて、しかもねこのブラックね、ほんまなんか頼むしろっていうか、わかるかな、ブラックえねんけど、ツヤツヤしてる光の反射がグリーンに反射してんねん。だからなんかほんまにねエロい、めちゃくちゃエロい色味でしたね。エメラルドグリーンに輝くブラックみたいな、それがめちゃくちゃエロかったし、めっちゃ気に入りました。僕はいろいろサイズ試着して、肩とか腕の感じ考えたら L サイズかなって思ったけど、 L 選ぶと着丈長すぎたんで、着丈の問題で僕は買わなかったけど、マジでこれはこれで 14,900円やったらめっちゃコスパいいと思うよ。ほんまにマジでもう3万とか4万、5万平気でしてくるんじゃないかというねクオリティでした。これすごく良かったですね。女性の方とかやったらマジでこれ買った方がいいし、男性でもね高身長の方とか来たらバリかっこいいと思うから、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。ッッダー低身長に一番おすすめできるのはこれかな。これよくね、これよくね。はい、って感じで今回はユニクロの新作購入紹介2点とユニクロ U の8月下旬発売のアイテムの3点をリビューしました。今回の動画参考だったら高評価とチャンネル登録お願いします。あと皆さん通知のベルマークを押してくれたら嬉しいです。でこのチャンネルではこのように僕みたいな低身長男性が少しでも低コストでかっこよくなる方を発信しております。ぜひ皆さん応援お願いします。ではご視聴いただきまして、明日またお会いしましょう。以上、アリベッテルシ。